広島市の宇治にあるカヒミナ港は日本の商歌。タイトルの港については日本音楽著作権協会の登録名称を採用している。1896年に発行された新編教育商歌集の第3集に収録されている。日本人が作曲した初めての三拍子の曲である。歌の作者及びモデルとなった地域は、 有志による調査が始まる1973年までは明らかになっていなかった。後期の調査の結果、作詞、旗野取彦、作曲、吉田信太と明らかになった。また、2番の歌詞はもともと作られた、林ナシタルの歌い出しの旗の版の他に、林流派による別バージョンが存在し、林版の方が現在は一般的になっている。 ジャスラックの楽曲管理では、作詞の畑の及び作曲の吉田は、死去から50年以上過ぎているために著作権が消滅。パブリックドメイン扱いになっている。しかし、補作詞の林は1974年死去のため、その部分に関しては著作権が存在している。以下の歌詞は、 一番二番とも著作権が消滅した、畑野鳥彦が作詞した歌詞である。1973年に全日本会員組合の宮城新さんが広島に赴任してきた時に、ある老人の話、港は、宇治なを歌った歌であるを聞き、調査を行った結果宇治なの歌であることを確信。作者も、作詞、畑野鳥彦、作曲、吉田信太、補作詞、 はやし流派であることが明らかになった。また、本土と元宇品を結んでいる暁橋から見た風景を歌っていることも分かった。そして、1975年7月21日に宇品中央公園に火碑が建てられた。形は船の煙突を模したものになり、正面に置かれる怒りは内外運輸が寄贈。宇品小学校。 宇治東小学校、元宇治小学校の当時4年生が、一人一文字ずつ、歌詞を書き、当時の広島県知事の宮沢博士が、タイトルの、港の文字を書いた。その後、広島市内の防災無線で正午に毎日、流されるようになった。また、広島市の広報資料などでも取り上げられている。 日本初のワルツの歌詞2014年6月、神奈川県横浜市中区の港の見える丘公園にある神奈川近代文学館の傍らの横浜港を見下ろす一等地に日本人が初めて作ったワルツとして港の小規模な歌詞が有志によって建てられた。この場所で作曲されたということでなく、作曲者の吉田信太が横浜市在住で 神奈川県の学校で長らく教鞭をとって日本有数の横浜校に近かったという由来であるというありがとうございます。